北京五輪日本選手団メダル持ち帰れず残念フィギュア団体北京オリンピックが今日閉幕するのを前に日本選手団が会見を行い銅メダルを獲得したフィギュアスケート団体について選手がメダルを持ち帰れず残念に思うと述べました北京市内で行われた会見で原田正彦総監督は 冬季大会で過去最多となるメダル18個を獲得したことについて、コロナ禍で苦労しながら強化を続けてきた選手たちの努力が結実したと述べました。フィギュアスケート団体では日本が銅メダルを獲得しましたが、優勝したロシアオリンピック委員会のカミラ・ワリエワ選手のドーピング問題が浮上し、 大会期間中のメダル授与式が中止となりました。これについて伊藤秀人団長は選手たちがメダルを日本に持ち帰れず残念に思うとした上で今後の授与式の予定については我々が決めることではないので IOC 国際オリンピック委員会などの話を待つしかないと述べるにとどめました。 その上で、もし日本にメダルが送られたら、ネギライと共にメダルをかけてあげる場を作りたいと述べました。フィギュアスケートエキシビション、羽生坂本らが演技。2022年2月20日、北京オリンピックフィギュアスケートに出場した選手たちによるエキシビションが行われ、 羽生結弦る選手は松任谷由美さんの春よ、恋の繊細なピアノの旋律に合わせて演技しました。羽生僕自身のフィギュアスケートを突き詰めたい。フィギュアスケートのエキシビションは日本時間午後1時から始まり、男子シングル4位の羽生選手は21番目に登場しました。 羽生選手は白を基調に桜のようなピンク色を織り混ぜ大賞を身にまといリンクに一礼してから入場して、ひときわ大きな拍手が送られました。松任谷由美さんの春よ、恋の繊細なピアノの旋律に合わせて演技を始めると得意のトリプルアクセルを流れるような着氷で決めました。 曲のクライマックスにかけて指先まで意識した表現で美しいスケーティングやスピンを披露し会場を魅了しました。演技を終えた羽生選手はありがとうございましたと口にして深々とお辞儀しました。羽生選手はエキシビションの演技について一言では表せないがここまで皆さんの応援があって そして見てくれる人がいて、僕の演技に何かしらの意味やストーリーが生まれると思うので、ありがとうございますという気持ちを届けたかった。このリンクにも、ここにいた人にも感謝の気持ちを込めた。一人一人に直接感謝の言葉を述べることはできないが、 本当は一人一人に感謝の気持ちを伝えたいという思いでいっぱいだと思いを語りました。今大会について努力は報われなかったなと思っている。今日の演技も不安でしょうがなくてとても緊張したが、ある意味今日は報われていて、こんなにも幸せだと思えている。 それは、この大会で、4回転半ジャンプが成功できなかったから、もしくは金メダルを取れなかったからだとも少し思っているので、報われなかったら報われなかったで、今は幸せだと振り返りました。そして、今後について、僕自身のフィギュアスケートを極められるようにしていきたい。 そのフィールドがどこかなのかは考え続けないといけないし、答えはないかもしれないが、僕の本音を言わせてもらえるなら、僕自身のフィギュアスケートを突き詰めたいのが一番だと話していました。コロナでシングル欠場の V 女優も演技。エキシビションでは最初に新型コロナウイルスの検査で陽性の判定が出たため、 団体のみの出場となり、男子シングルを欠場したアメリカのヴィンセント・ジョー選手が登場しました。ジョー選手は黒をベースとした衣装で登場し、サイン・オブ・ザ・タイムズの曲に合わせてトリプルアクセルを決めるなど、男子シングルに出場できなかった分も思いを込めるかのように伸びやかに演技していました。 演技の後会場からは惜しみない拍手が送られました。樋口新馬五輪また出たいと思うようになった。女子シングルでは暫定5位。団体では日本の銅メダルに貢献した樋口新馬選手が8番目に登場しました。樋口選手はピンクを基調とした衣装を身にまとい、徐々に盛り上がる曲に合わせて、 美しいスピンを披露するなど、情感を込めて、華麗な演技を披露しました。樋口選手は、エキシビションの演技を終えた後、ジャンプはミスがあったが、楽しく滑ることができたと、笑顔で話していました。今大会を振り返って、団体ではミスをしてはいけないという緊張感がある中で、いい演技ができたと思うので、 自信につながった。個人戦では少しミスがあって思うような演技をするのがなかなか難しいと感じたので大舞台で力を出し切れるように練習し直したいと成果と課題を口にしました。また女子シングルのショートプログラムとフリーでトリプルアクセルを決めたことについては一回も同じ試合のショートプログラムと フリーで成功したことがなかったので、そこは自信につながったし、嬉しかったと喜んでいました。その上で、今後について、もっと自分の演技ができるように集中して頑張りたい。ここに来る前は、オリンピックに挑戦するのは、これが最後だと思っていたが、また出たいと思うようになったと、意欲を示していました。 宇野正美学、この大会をスタートにしたい。樋口選手に続き、9番目に登場した男子シングルで2大会連続のメダルとなる銅メダルを獲得した宇野昌磨選手。黒を基調とした衣装でマイケル・ジャクソンメドレーに乗せて、得意のトリプルアクセルを決めると、大きな拍手が送られました。 徐々にテンポが上がる曲に合わせて、ステップも披露し、会場を魅了しました。宇野昌磨選手は、エキシビションの演技を終えた後、振り付けをしてくれたコーチのステファン・ランビエールさんに、ちゃんとできているところを見せたかったが、頑張りたい気持ちが前に出てまとまった演技ができなかったと、苦笑いで振り返りました。 今大会を振り返って、この一年は世界のトップに戻りたいという気持ちで競技をしてきた。フリーの演技は満足いくものではなかったが、それでも3位に慣れてそこに戻ってきたと実感できた。もっと先に進むために、この大会をスタートにしたいと、今後のさらなる成長を見据えていました。 坂本香織、ちょっとずつ4回転も練習していきたい。女子シングルで銅メダルを獲得した坂本香織選手は19番目に登場しました。深い赤の衣装を身にまとった坂本選手は、単語の曲に合わせて、持ち味である高さや幅のあるジャンプと、スピード感あふれるスピンなどを披露し、 観客を魅了していました。坂本選手はエキシビションの演技についてショートプログラムとフリーでたくさん緊張感を味わったので今日はだいぶ楽しめましたと笑顔で話していました。今大会について出来栄えで勝負するというのが間違いではなかったというのはすごく大きかった。メダルが取れると思っていなかったので 本当に嬉しいし、辛い時も頑張ってやりきってよかったと振り返りました。今後に向けては、ここまで出来栄えで勝負してきて、しっかり土台作りができたと思うので、ちょっとずつ4回転も練習していきたいと意欲を示していました。鍵山優馬、すべて全力でできて、成長を感じた。 男子シングルで銀メダルを獲得した鍵山優馬選手は25番目に登場しました。水色が貴重の衣装で登場した鍵山選手は歌手のミーシャさんの明日への曲に合わせてしっとりと情感たっぷりに演技しました。時折歌詞を口ずさみながら ダイナミックなジャンプやスピード感あふれるスピンを披露し、最後は背中を氷につけて天を仰ぐ雄大なポーズでフィニッシュしました。鍵山選手はエキシビションの演技について、このエキシビションもオリンピックの一部なので全力で滑りたいと思っていた。気持ちのいい滑りができたと思うし、この演技を見て、 一人でも多くの人が頑張ろうと思ってくれたら嬉しいと話していました。今大会を振り返って試合だったり応援だったりできることはすべてやれたと思う。演技はもっと成長できる部分もあるが、その中でもショートプログラム、フリー、エキシビションとすべて全力でできて成長を感じたし、この1分1秒の経験を これからにつなげていきたいと話していました。個性的な演技も注目。北京オリンピックフィギュアスケートのエキシビションは競技では見られない個性的な演技も注目の一つです。ペアに出場したイタリアのニコル・デラモニカ選手とマッテオ・グアリゼ選手は最初に男性のグアリゼ選手が ボクサーの格好をして映画ロッキーの音楽に合わせて登場し上着を脱いで上半身裸でリンクに入りました。その後はリンク上でグアリゼ選手が女性のデラモニカ選手にパンチでノックアウトされる振り付けもあり終始コミカルな演技で会場を沸かせました。また男子シングル11位の カナダのキーカンメッシング選手は、競技では禁止されている広報宙返りを決めるなど、アクロバティックな演技を披露しました。フィナーレ。フィナーレでは参加した選手たちがリンクに集まり、音楽に合わせて、羽生譲る選手がスピンを披露したり、男子シングルの金メダリストのネイサン・チェン選手などが、 広報宙返りをしたりして盛り上げていました。リンクには大会公式マスコットのビン・ブン・ブンも登場して点灯する場面があり、羽生選手などが立ち上がるのを助ける一幕もありました。また、羽生選手はアイスダンスに出場した中国の劉金坂井選手に抱っこされる場面もあり、選手たちは満面の笑みで、 今月4日から行われた北京オリンピックのフィギュアスケートを締めくくりました。そして、羽生選手は大きな声でありがとうございましたと、日本語と中国語で叫んだ後会場に手を振ってリンクを去りました。